サナトナフトアーバーダーン FC はイランフーゼスターン州のアーバーダーンを本拠地とするサッカークラブである。現在は2部のアーザーデガーンリーグに所属している。クラブのメインスポンサーはイラン国営石油会社であり、総合スポーツクラブ、サナトナフトアスレチッククラブのサッカー部門として活動している。これまでの国内リーグにおける成績はかんばしくないものの、 アーバーダーンの人々からは非常に人気がある。1972年に全国リーグであるタフテジャムシードリーグが設立される以前より、アーバーダーンの人々は地元の2つのクラブ、カーガー FC とジャム FC を支援していた。カーガーはアーバーダーンにあった石油会社により設立されたものであった。10年後、パルビーズデフダーリーはラジースクールのクラスメートと共に、 ジャム FC を設立した。これらのクラブは1972年まで多くのファンを獲得していた。タフテジャムシードリーグが創設されると、アーバーダーンからは一つのクラブの参加が許可され、サナトナフトが設立された。クラブはイラン国営石油会社が運営することになった。クラブがイランのトップリーグで戦うようになると、ファンが次第につくようになった。有名選手の多くは、 カーガーとジャムからサナトナフトへと移籍してきた選手たちだった。クラブのもともとのチームカラーは白、青、黒だった。アーバーダーンの街とフーゼスターン州は技巧的な選手を輩出しており、クラブ代表にパルビーズデフダーリーが就任すると、クラブは1970年代のブラジル代表と似たスタイルでプレーしていた。ブラジルサッカーへの敬意を込め、クラブはチームカラーを 当時のブラジル代表と同じき青、白へと変えた。その後、クラブのニックネームはイランのブラジルとなった。サッカーはアーバーダーンでは非常に人気があり、ファンの数は毎日増加していたが、1978年にイラン革命が起きるとすべてが変わった。サッカーはもはや優先順位の高いものではなくなり、これは1980年にイランイラク戦争が始まると、 一層顕著になった。アーバーダーンとフーゼスターン州は戦争中に大きな被害を受けた。アーバーダーンの大手声優所は閉鎖され、戦争の危機により何十万人もの人々が街から去っていった。1980年から1988年まで、クラブは本拠地をシーラーズへと移転していた。一旦シーラーズに本拠地を移したことで、 クラブはイランの3部リーグへと降格することになったが、所属選手の助けにより、イラン1部リーグへと復帰することができた。アーバーダーンに元から住んでいた人々は戦争中は他の町に退避していたものの、クラブへのファンのサポートは変わらず続けられた。戦争終了後クラブは本拠地をアーバーダーンに戻したが、戦争による町への影響とクラブの経営の問題により、 サナトナフトは成功をつかむことができずにいた。クラブは2001から02シーズンにアーザー・デガーンリーグへ降格、2002から03シーズンには一気で復帰したもののそのシーズンにまた降格し、一部に定着できずに二部リーグで戦っていた。ポルトガル人のアカシオ・カシミロ監督が2006年6月18日に一年契約で監督に就任し、 その後、エブラーヒームがアーセムプールへと交代した。2007から08シーズンにサナトナフトが、アフマド・トゥーシー監督の元イランプロリーグに復帰した、時も一気で降格した。ガーセムプールは20試合で解任され、トゥーシーが監督に就任した。クラブは、ガーセムプールの下で4勝4分12敗と16ポイントしか、稼げなかった。 トゥーシーが指揮を取った残りの14試合では5勝4分5敗と19ポイントを稼ぎ持ち直した。サナトナフトは2004から05シーズンに昇格プレイオフに参加した。昇格プレイオフに最後の試合までサナトナフトは2位につけており、首位のラー・フアーハンを得失点差で追っていた。プレイオフ最終日、サナトナフトはペアーム・マシュハド FC に勝利したものの、 その後で行われた試合において、ラーフ・アーハンは、シャヒード・ガーンディを6から1で破り、得点差でサナとナフトを上回り昇格を決めた。サナとナフトはすぐに、シャヒード・ガーンディは、ラーフ・アーハンに、大差での敗戦を受け入れたのではないかと発言した。しかしサナとナフトは証拠を示すことができなかった。その後、サナとナフトは、ラーフ・アーハンは本来出場できない選手を、 出場させたと訴えた。この点に関してはいくつかの法廷を経て、ラーフ・アーハンが不正を働いていたことが明らかになった。2シーズン後、サナとナフトは自動昇格権を確保し、2007から08シーズンは一部で戦うことになった。しかし、このシーズンも一期で降格することになり、翌シーズンの2008から09シーズンは昇格できなかった。ありがとうございます。